俗に言う育ちが悪いとされる言動は、生まれ育ってきた家庭環境などに大きく左右され、いくら取り繕っても育ちの悪さだけはにじみ出ると言われています。そこで今回は、育ちが悪い人の特徴的な行動10例をご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。1. 言葉遣いが悪い。女性でも、お前そうだろなどと言ったり、じゃね、半端ねえといった、いわゆるやんちゃ言葉は、育ちの悪さを分かりやすくアピールしてしまいます。思い当たる方は極力若いうちに改善し、社会に出たら意識して控えたいものです。 2. 箸の持ち方が正しくない。昔からの定説で、箸の持ち方は育ちが出る部分と言われています。心当たりのある方は、矯正することを選択肢に加えてみましょう。 3. 100年の恋も冷める、くちゃらー。食事中に周囲を不快にさせてしまう、いわゆるクチャラーは、ストレートに育ちが悪いという印象を周りに与えます。もし不安が生じた方は、スマホの録音機能を使って食事中の音を録音してみるなどして、ご自身で検証することをお勧めします。 4. 魚の食べ方が汚い。これについても、やはり昔からの定説で、魚の食べ方は育ちの良し悪しの物差しとも言われています。就職活動で魚をきれいに食べれるかを見る企業も実際にあるほどです。自信のない方は、ネットで魚の食べ方というキーワードで検索し、知識を習得しましょう。 5. TPO をわきまえない、声の大きさ。 TPO やその場の雰囲気をわきまえず、大きな声で話す人は、育ちが悪い、デリカシーがないなどと判断され、敬遠される傾向があります。心当たりのある方は、自制心や自分を客観的に見る目を養いましょう。 6. TPO を無視し、鼻をかむ。 TPO をわきまえず鼻をかむという行為は、汚い体液を外に吐き出しているというイメージを連想させる不快な行為であり、マナー違反という認識が必要です。特に会食中にもかかわらず、その場で鼻をかむなどという行為は、育ちが悪いというイメージを周囲に間違いなく定着させます。最低でもトイレなどで済ませましょう。 7. 咳、くしゃみをする際に手を添えない。生理現象とはいえ、手を添えないと、その周囲数メートルの範囲に唾液をまき散らすことになり、その場にいる人を不快にします。またウイルスの拡散などの実害があることを認識する必要があります。 8. ゴミのポイ捨て、道に唾を吐く。育ちの悪さが一番出やすいポイントであり、幼少期の親のしつけが大きく影響します。子供たちの悪い手本になりやすい行為ですので、心当たりのある方は改めましょう。 9. 貧乏ゆすり、癖だから治らないという安易な考え方を見直すことが必要です。本気で治す気になれば、日頃から意識するだけ、心がけ次第で簡単に治せます。 10. 人前で化粧をする。人前で化粧をしたり、化粧直しをするのは、いささか極端な表現ですが、トイレの後にお尻を拭いたりする行為と同じぐらい恥ずかしい行為、してはいけないと説く人もいます。電車内などの人の目が多い場所、公共の場所でのメイクは慎みましょう。いかがでしたでしょうか。ごく一般的と考えていた行動や、ちょっとした所作が、見る人によっては下品に見えたり、完全に NG という場合があります。友達同士ならまだしも、会社などの組織内であれば、マイナス評価につながる可能性もゼロではありません。社会生活において、周囲の人を不快にさせない言動を心がけ、育ちが悪いというマイナスイメージのレッテルを貼られないようにしたいものです。貴重なお時間を割いて、
当動画をご覧いただきました皆様のご多幸をスタッフ一同心よりお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。これからもたった一度きりの人生に役立つ有益な情報を発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。